どうも、デラキノスでございます。さあ、ウルトラマンアーク、いよいよ来月放送ということで、続々と新たな情報が解禁されていっているわけですが、ウルトラマンアークに登場する怪獣たちの、今回は即備人形がですね、解禁されました。まずは、やはり第1話のこの怪獣でしょうか。ウルトラ怪獣シリーズ216番、シャゴーン！はい、ということでね、この丸々とした、このね、フォルムの怪獣、シャゴンっていうんですね。こちらがですね、まず解禁されまして、ピンクのこのね、鮮やかな色合いですとか、メタリックのブルーとかね、あとこの可愛い目つきとかね、再現されてそうで、なかなか可愛らしいマスコット的なちょっとね、雰囲気もあってですね、まあ、そのかっこよさも結構あるんだけど、可愛らしさの方がすごいね、押し出されていて、いいですね。どんな怪獣なのか、未だちょっとわからない部分ありますけれども、なかなかですね、まあ、可愛らしい怪獣っていうところで、めちゃくちゃ楽しみですね。こちらが発売日が、2024年7月の6日、ウルトラマンアーク第1話放送に合わせて、発売というところでですね、まあ、アークの、まあ、変身アイテム、アークアライザーと、あの辺と一緒ですね、買って、ウルトラマンアークと、まあ、分度増できるかなっていう感じですね。価格が888円でございます。続きましてが、じゃーんと、ウルトラ怪獣シリーズ217番、リオロでございます。この怪獣リオロって言うんですね。さっきのシャゴンは正直まあ、情報出てたけど、2話とかの怪獣とか、名前あんまり分かんなかったから、リオロって言うんですね。この象みたいな、この鼻がぐーんと伸びたような怪獣ですけれども、ですね、こちらのこの鼻、ちょこぐるーんとこうですね、曲がってますけど、こんな感じで、造形されていて、こう一体化になってますけどね。はい。あとやっぱ、相変わらず可愛らしい目つきとか、あとこの、タコ唇の感じとかも、いいですね。結構やっぱ、あの、造形的にも、まあ、いわゆるこう、怪獣らしい怪獣というか、ね、結構、ね、胴が、太くて大きくて、尻尾もあってっていうですね、こういった造形で、デザイナーさんとかね、誰なのかなっていうのもね、ちょっと気になったりしますよね。で、まあ、第2話、登場怪獣ということで、7月13日、発売となります。まあ、今年もやっぱ、ね、ソフビ人形、ウルトラ怪獣のソフビ人形も、全外かなっていう、僕はもう思ってますけど。楽しみですね。こちらも880円でございます。そして、第3話の登場怪獣、ウルトラ怪獣アドバンス、モノゲロス&ディゲロス。はい。いや、もうまずね、アドバンス、生きとったんかわねえですよ。いや、ブレイザー終わって、このアドバンスシリーズってどういう立ち位置になるのかな、終わっちゃうのかなとか思ってたんですけど、今回のアークでも、アドバンスシリーズちゃんと続いてくれたのがね、まず一個嬉しいですよね。いや、すごいさ、大きさもあって、ギミックもあってっていうところで、すごい良かったシリーズじゃないですか。だから、もう本当はね、本当はね、ブレイザー怪獣全部ね、アドバンスシリーズで出してくれたらね、もっと嬉しいなとか思ったんですけど、まあ、とにかくアドバンスシリーズすごく良かったので、今回もアークでもね、継続っていうのはね、嬉しいですね。で、モノゲロス&ディゲロス&って何？っていうところで、これが、どういうことなんでしょうか？ちょっといろいろ見ていきましょうか。なんかこう、2形態あるんですね。この、スラッとしたのと、ちょっとこう、ぐんと曲がったのと。こっちの曲がって、ちょっとこう、刃みたいな。頭がこうね、刃、ナイフみたいな。こうついてるのが、モノゲロス。で、また面白い形の王冠じゃないですけど、こういうのが、ディゲロス。パーツを付け替えて、二つの姿を再現というのは、どういう怪獣なんだろう？どういう怪獣なんですかね？モノゲロス&ディゲロス。この下半身、いやー、ちょっとわかんないですね。どういう怪獣なんでしょうか？足が稼働して前傾姿勢再現できますよっていうところ。あとはパーツ付け替えて二つの姿再現できますよっていうところですよ。まあ、宇宙からの怪獣っていうところで、ね、どういう怪獣なのかっていうのが、まあ、未だにちょっと全くわからないから、モノゲロス&ディゲロスって言われて余計わかんなくなってますから。ただこのディゲロスのこのね、ちょっと成人っぽい雰囲気がね、出てるのかっこいいなっていうのありますし。ちょっと楽しみですよね。そして、ウルトラマンアークとか、こうね、ルディオン、こう戦わせて、分度とできますよっていうところと、例えばアドバンスシリーズっていうところで、箱に入ってます。宇宙獣。モノゲロス&ディゲロス。二つの姿を再現して遊べますよっていうところ。ここになんかこうちょっといろいろ書いたりするんですよね。いろいろ書いたりする。気になりますね。はい。というところで。こちらが2750円です。7月の20日。
発売になります。4月20日ってことはうるさまの日かなうるさまの日かな。続きましてが第4話登場怪獣ウルトラ怪獣シリーズ218番、ネズドロン。はい、ということで今までちょっとネズミ怪獣ですか、ネズミ怪獣のネズドロン、こちらも登場でございます。第4話怪獣ですね。こうやって見るとね、めっちゃネズミだ。出っ歯がこうビューンと出てたりとかして、結構ネズミっぽい。確かに特徴あるんだなって思いましたね。ちょっとやっぱ恐竜っぽいかなと思ったんですけど、いや、ちゃんとこうネズミっぽい雰囲気出てるんだなってわかりますね。全体的にこう紫のこのね、質感で、毛並みとかすごい造形細かくてね。やっぱ、あれですね、アーク怪獣全部可愛いですね。ですごいデザインが可愛くて、やっぱちょっと僕はナイス味を感じてしまいますね。ブルブルザゴンとかね、まあ、結構ナイスのね、怪獣可愛いデザインじゃないですか。ちょっと僕はそういう雰囲気を感じてしまいますね。なんだろ、ザゴン星人したらちょっと可愛いしね。こちら770円、ちょっと安いんだ。ちょっと安い。今までの怪獣880円だと思うな。880円。はー、ネズドロンだけちょっと安いありがとうございます。で、7月27日第4話合わせて発売となります。はーい。あとはね、帰ってきたウルトラエッグっていうところで、ウルトラマンアークのウルトラエッグも登場するみたいですね。まさかウルトラエッグこんなに続くとは思わなかったですよね。一旦ね、終わったけど、そこから帰ってきたで、ウルトラエッグ復活して、アークとかね、こういうのも出るなんてちょっとびっくりですよね。はい。こんな感じの。マークとかついてて、ちょっとかっこよくなってるんだ。1430円で、7月の13日発売です。はい。せっかくだったらね、ドクターエッグもこの際復活すればいいのになって思うんですけど、それは僕だけでしょうか。はい。はい、ということで、今回はですね、ウルトラマンアーク、怪獣のゾンビも熱いぞっていうところですね。紹介してまいりました。いや、1話から4話まで新規怪獣、それに合わせて、ソフビ人形も1話から4話までしっかりと新規造形で新しいですね、ソフビ人形発売するっていうところで。いや、ウルトラマンマニアも嬉しいけど、怪獣マニアもワクワクしますよね。やっぱりね、ウルトラマンは、ウルトラマンが主人公なのは当たり前として、怪獣も主人公なのが、ウルトラマンシリーズのやっぱり魅力ですから、こうやってですね、怪獣も盛り上がってくれるっていうのが、やっぱりね、嬉しいなって思いますね。まあ、5話目以降ね、どういう怪獣が出てくるのかまだわからないですし、まあ、レジェンド怪獣を交えつつ、新しい怪獣もきっと出てくると思うんですけれども、まあ、レジェンド怪獣はレジェンド怪獣でどんな怪獣が出てくるのかっていうのを楽しみだし、新怪獣は新怪獣で、まだどんな出会ったことない怪獣と出会えるのかっていうのをね、楽しみにしたいと思います。はい、ということで以上、ドラキュラスでした。それでは、バイバイ。